大丈夫だったんですけど大丈夫だったというか、ちょっと死んでましたけど、すいません。結局1時間後になっちゃって、みんなに連絡が遅くなっちゃった、すいません。そう、最初ね気持ち悪いなと思って横になったんですけど、そっから一回起きて755に遅れますって言って、ああダメだと思って、そう結局1時間後になっちゃった。今日ね、外にね、いたからですね。外にいたっていうか、お水持って歩かなかったからだなと思ったんですけど、めちゃめちゃごめんなさい、みんなお待たせしちゃって。全然もう今落ち着いたんですけど、着きました。お水をこうやって大きいの置いて栄養ドリンク飲んで復活しましたけど、ちょっと予定と違う時間になっちゃったから、本当に30分ぐらいだけにしようかなって思います。ごめんなさい、ショールームしますよ。大丈夫です。シンプルに一時期のやつって分かってるんで大丈夫です。全然。ただみんなに2回目連絡できなくて、めっちゃ遅くなっちゃいました。ごめんね。許してください。どうか待ってた方、ずっと顔がシンプルにね死んでますね。やばいね、なんか顔薄くなっちゃった。いつもの5分遅れじゃなかったごめんなさい。お化粧してる、今日お化粧してお出かけして、そうで帰ってきてショールームしようかなっていう感じだったんですけど、でもめっちゃナチュラルメイクだからもうほぼ取れてるかも、取れてはないけど、眉毛最近お休みの日は眉毛とコンシーラーだけして出かけてたので、今日は割とお休みの日だけちゃんとメイクした。みんな土曜日お仕事でしたか？どうでしたか？夕食は食べてないけど、スタバ飲みました今日。あと朝にっていうか、モコタンメンの北極が今セブンにあるんですよ。北極ね、それを見つけてこの前買って、今日の朝食べるものが落ちなくてちょっとしんどいけど食べてみようかなと思って食べたら、全然食べ初めてモコタンメン完食できなかったです最近食欲がなくて、そう悔しい。でも半分ぐらい食べたかな。帰ってきてからこれ食べた
今セブンで北海道フェアしてる。堀のチョコレート食べた。そう、あのね、1週間でね、太ってたっていうのがあるんですけど、太ってたっていうのがあるんですけど、 2.5 キロ落ちて、すごーと思って自分で。なんか女の子って体重落ちる子もいるけどね、男性みたいにね一気に落ちないんですよ。そうだから多分今夏バテしてて、そうでも全然痩せた感じしないけど、全然痩せた感じが出ないけど、顔だけちょっと変わったかなって言われるぐらい。そうなつばてしてますね、多分絶賛。昨日までだと3キロ落ちてて、さすがに体重計乗った時に壊れたと思ったんだけど、3キロ、まあ太ってた時期から減ってたから、ちょっと米を炭水化物取らなさすぎてやばいかもと思って、昨日パスタ作りました。そうなのでめっちゃ元気、めっちゃ元気です今、本当にめっちゃめっちゃ元気。そう帰ってきてちょっとね、あのね多分水分不足ですね、いつものなっちゃっただけで。そうめっちゃ元気です。なんか気持ちがね下がりやすいね最近。そう体は元気、で今日はお休みだったからインスタの質問を見て、質問返しとか、メールがまだ2通しか送れてないですね、だからこれ終わったら送りますね。なんかツイートとさインスタも投稿したいんですけど、全然何を投稿しようか、写真がなくて困ってます。そうそんな感じです。元気はめちゃめちゃ元気です。そんな時は気分転換に遊びに行こう、車出すよ、ありがとう。ひなたの卒業公演リピートして涙出る。ゆうなもさ、なんか TikTok 見てたらひなたのファンの人が作ってる動画とかが出てきて、それ見るだけで涙が出ちゃうから飛ばしますいつも。もう寂しすぎてね、ダメですね。あと1ヶ月で誕生日だねって、ねーどうする。もういろんなさ、どうしよう、悲しいです。誕生日もうまた誕生日来るっていうのでもさ気分下がっちゃう。もうほんとやばいですよね。しっかりします。やだやだ、うん、明日公演か、明日は公演なの。髪型する、色の髪型全然、いつも巻き下ろして、巻いて下ろしてなんかするちょっとかけるぐらいだからね。なんか髪どうしようかな、いつもメイクさんにポニーテールする、ツインテールするって言われるけど、
やショートヘアだったことあるんですか？ありますよ。全然中高半分、中学校とかさや姉さんの同じ髪型にお願いしたりとか、高校もボブだったかな、高1までは。はいはいとか言って、ツインテール、ポニーテール色の公園でしたことあるかな、あるか。もし4連休があったら何する？4連休があったらですか、決まってるお休みってお正月しかなくて、まあお正月も何日か休みかっていうのはいつもいつ聞くかな、30とかに聞くので確定しないので、あんまり4連休本当に休みです、こっからここまでで事前に言われることがないんですよ私たち。だからもしそれを今言われたら、でも今の時期だと海外にはあれですもんね、沖縄に行くかな、沖縄に行くか、京都に行くかかな。わ、家族電話始まってる、今家族の電話の通知が来た、うわー参加したい京都のね、なんかいい宿に泊まりたいんです、お母さん連れてきたい、紅葉を見たいですね、京都大好きで、ひろな参加してきていいよ大丈夫、ありがとうございます多分3人で喋ってると、京都めっちゃ行きたいんです。でも沖縄も行きたくてね、本当は冬に沖縄行きたかったんですけど、ちょうどオミクロンがすごくてダメだなと思って、沖縄にさビラ借りたいんですよね、ホテルじゃなくてビラっていうさ、わかりますか、そう行きたいところが3つぐらいあって、めっちゃ調べてたんですよ今年行きたくて、でもダメでした。あとディズニーランド行きたいです、海外のディズニーランド行きたいです、北海道にも帰りたい、北海道の地元にもうずっと帰ってないですね、帰りたい。ちょうどさ一昨日じゃないや昨日か、昨日だ、昨日また着信来た、昨日地元のお友達から急に電話かかってきて、いつも電話なんてかかってこないんですけど、なんか昨日ひろなすごい落ちてて気分が、あーどうしようと思って、なんかソファーから立ち上がれなくて、最近ねダメだったんですけど昨日なんかさらにダメになっちゃってなんかこんなこと言ったらさめっちゃやばいネガティブ女になっちゃうんですけど、まあそういう時あるじゃないですか人はね。そうで電話とかかかってきたこと全然ないのに電話かかってきて、出たらその友達何人かでご飯食べてたらしくて、元気って言っておしゃべりして、なんかちょっと人としゃべりたかったから元気が出ました。めっちゃなんかそういう時ってめっちゃ救われた気分になって、あー嬉しいと思ってめっちゃ嬉しかった。なんか久しぶりに人のありがたみを感じた難しい、
人の優しさを感じたでした。昨日はいろんな今さこれ着てるんですよ。見て、よしとみの T シャツ着てるんですけどさっき急いで着替えた。よしとみ T シャツ、フロリダのディズニーに行きたいな。海外だったらでもね、ヨーロッパに行きたいかな。あ、タワー来てた、ごめんなさい。全然今日やばいですね。わったるさんありがとうございます。ありがとう、タワーありがとうございます。あれ、もう表示されなくなりました。やばいやばいやばい、誰だ、セナッチさんかな、多分セナッチさんありがとうございます。これもう一個かな、あ、これ七夕なんだ、かわいい。ゆういちさんかな、多分ありがとうございましたわ。でも今日は30分ぐらいで終わっちゃうから、お気遣いなくゆっくり見てねっていう感じです。わ、ようさんありがとうございましたわ。もうでもあと15分ちょっとだから、みんなそんな投げなくていいですよ。ありがとう。え、なんだったっけ、あ、そう、ヨーロッパじゃなくてヨーロッパに行きたくて、フランスに行きたいです。パリ、イタリア住んでたけどすごくいいとこ。何それ、住んでたの、いいな。なんかフランスやっぱ憧れますよね。メゾンキツネがあるじゃないですか。お兄ちゃんにフランスの本店で買ってきてもらって、 T シャツとシャツとか。パリスに行きたい、イギリスに行きたいな。でもやっぱり英語喋れるようになりたいな。最近考えてるのは、ずっと言ってるけど全然できてないんだけど、英語の勉強をしつつ日々お仕事頑張る、お勉強。イギリスのロンドンに行きたいです。まあ別になんか住みたいとかじゃないけどね、行きたい場所。でもどこに行けるかな、ヒロナ生きてる間に何個行きたいところに行けるかな。いっぱい行きたいとこあるけど、カナダいいですね。うん、もう前髪も髪もボロボロだ、嫌だな。ハワイも行きたいですね。兵庫っていう県があるんですけど、興味ありますか？兵庫、興味ありますよ兵庫か、いろんな海外行ったことないんです。普通はさ、いつだろうね、大学生とかで旅行行ったりするんだろうけど、そういうのがないからね。あとは海外行くってさ、絶対無理だよね、多分スケジュール的に。そんな抑えられない、保証ができないと思う。なんか HKT 入った時にパスポート取ってくださいって言われて、わざわざ取りに行ったんですけど、全然使わず期限切れましたね。しかもなんか真面目に取りに行ったのはヒロナぐらいだったかもしれない。みんな取りに行ってないって言ってて、なんかめちゃめちゃ無駄にしたね、あれ。取らなければよかった。
ねえ、いいな、みんな海外に行ったことあって。嫌でって。行きたいね。でもひろな福岡が好き。関係ないけど福岡に住むの好き、めっちゃ。こんなに便利な県はないと思っちゃうんですよね。福岡が好きです。全博多っ子が泣いた。福岡めっちゃ好き。北海道も好きだよ、そりゃ。ずっと住んでねって。ずっと住みたいね。なんかひろな、どこに住みたいとか、あ、行ってみたい、住みたい、行ってみたいはあるけど、東京に住みたいとかさ。そう、みんなによく聞かれるんですけど、東京に憧れないのってね、言われるけどね。憧れたことないかな。でもめちゃめちゃやっぱりね、行ったらお勉強になるんでしょうね。いろんなことが、広いしね、いろんな人がいるからね。東京ってさ、小さいのにめっちゃ広いですよね。なんか東京ってさ、ちっちゃいじゃない、でもめっちゃ広い。うん、わかる。人多いし、そう。ひろなは将来どうなるんだろうって最近考えるんですよ。どうなっちゃうんだろうって、どこに住むんだろうって思ってね、眠れなくなる時ある。そう、ひろな今まで人混みがね、苦手じゃなかったんですよね。田舎に住んでたから、人混みってあんまりないんですよ、田舎って。あんまりっていうかないんですよ。だから人混みとか来たら、都会だって感じがして、なんか福岡とかでも休みの日とかに外出るの全然苦じゃなかったんですけど、今日外に出た時に、歩いた時に、人混みが苦手になってると思って気づいちゃいました。やっぱり人混みが苦手だった。無になっちゃうんですけど、今日やばい。テーマパーク大好き。でも絶叫、高いところいろんな嫌いじゃないですか。だからディズニーランドとかハウステンボスとか、そういう感じがいいですね。今一番行きたいところいろんなどこだと思いますか、皆さん。当ててください。今ひろなが一番行きたいところ、場所、ビーチ、ブー、大阪、あ、大阪も行きたいけど、ブー、プール、ブー、長崎、北海道、京都、 USJ、 ゆふい、もんじゃ、ファミマ、ファミマ、なんでファミマよりセブン派かな。ひろな、ひなたの家行きたいけどね。温泉、全然正解が出ない。ハウステンボスはもちろん行きたいですよ、そりゃ。5、4、3、2、1、0、カン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 。正解は川でした。
川に行きたい。川のさ、なんか人がいない川、左右が木で囲まれて、真ん中に川がちょっと高いとこから流れてて、そこでキュウリとスイカを持ってって冷やして、で何もつけずにお塩だけ持ってこうかな。お塩だけ持ってってキュウリを食べて、で川に足をつけながらキュウリを食べて、でその辺の石とかでスイカを割って食べたい。でめっちゃ水きれいな川で、川の水をすくって飲んだりしてみたい。どこにあるかな、そんなところ。めっちゃ、あとカヌーに乗りたいんです。カヌーに乗りたいこれね、昨日急に思ったんですよね。カヌーに乗って川に行きたいんです。福岡ってクマいるんですかね。いないよね多分。じゃあ山の中も大丈夫か。カヌー乗ったことあるよ、地元で。でも地元の海すごい綺麗じゃないから、カヌーひっくり返って泥水すごい飲んで嫌だったから、綺麗な川がいいかな。九州にクマいないみたい。よかった。クマが一番怖いですからね、ほんまにこの世の中で。クマは日本中にいるって言ってる人いるヒロナ泳げますよ。水泳ずっと習ってて、3歳ぐらいから。え、クマ いるんですか。でもヒグマはどう猛ですけどね。ツキノワグマとかはどう猛じゃないらしい。そう、でもそんな言ってもさ、目の前にさ2メートルのクマとか来たらさ失神しちゃうよね。クマが世の中で一番怖いですよ。一番怖い。最近さ、いろんなお化け怖かったけど、お化けね意外とねいけるかも。いけるっていうか、なんか出会わないからね。そんなこと言ったら来るかな。でも本当にさ、そう、動物とかさ人間が一番怖いで、動物の中で言ったらクマが怖い。クマ怖いよね。でも怖いとか言ったらクマもかわいそうだよね。そうだよね。虫も怖いですけど、虫さ、虫怖いよね。虫怖いね大きい虫嫌だね。黒い虫が嫌です。ごめんなさいですけど、虫のビジュアルがもうちょっと違ったら全然いいんですけどね。セミも飛んできたら怖いです。でも別に鳴き声聞いて怖いとかはないかな。最近全然ゴキブリ見ますよ、ヒロナ。街の道路で、道路にめっちゃいる最近。ほんと嫌です。怖い。クワガタ飛んでくるのか。クワガタ飛んできたら結構きついですよね。クワガタ飛んできたら結構失神レベル、クマレベル、クマぐらい怖いね。そんな感じです。どんな感じやねん。あー、もっと喋りたかったんですけど、私メール、今日はゴツ送りたかったから頑張ってゴツ送りたいと思います。ごめんなさい、本当に改めてみんなに謝罪。今日はショールーム配信1時間連絡がつかず遅れてしまって本当にごめんなさい。また次のいつかの機会にやらせてください。ごめんね本当に。とりあえずランキングを読ませていただいていいですかね。ランキング読みます。13位りょうアットピピタイさん、ありがとうございます。12位ココさん、
ありがとうございます。11位カイホッキエマンさん、ありがとうございます。10位アフロユージさん、ありがとうございます。9位ヒロウさん、ありがとうございます。8位古川陽一さん、ありがとうございます。7位はやちゃんさん、ありがとうございます。6位テッキーさん、ありがとうございます。5位タオルさん、ありがとうございます。5位、間違えた、4位ヨウさんさん、ありがとうございます。3位わたるさん、ありがとうございます。2位ゆういちさん、ありがとうございます。1位せなっちさん、ありがとうございます。みんなありがとうございます。ごめんね、こんな死んだ顔でやってしまって。またショールームしますので、その時は絶対に可愛い顔で会います。というか最近ヒロの顔本当にね、肌荒れもすごいしね、顔本当にやばい。アイドルの顔じゃない顔してます。明日の公演から切り替えて、ちょっと可愛くメイクちゃんとしたいと思います。みんないつも本当にありがとうございます。みんな本当に熱中症に気をつけてください。あのね、ならないと思ってたらね、なります。お水をたくさん飲んで、ご飯を食べて、あ、フルーツ食べたいな、フルーツとか食べた方がいいね。頑張ってキュウリとか食べてね。みんなカップラーメンばっかり食べちゃダメだよ。栄養のあるもの食べて頑張ろうね。じゃあありがとうね。遅れて本当に、まだ怒ってる人いますか、ヒロナが遅れたことに。どうか皆さんの怒りが静まっていますように。今日は本当に私心から反省してますので、お許しください。じゃあおやすみ、バイバイ、ありがとうね。